皆さんこんにちは、リアフィットのお時間です。お腹、腰、お尻痩せにたった1回でも効果が出るストレッチ、一緒に頑張っていきましょう。まずは座った状態から始めていきます。あぐらかいた状態から片足を前に出して真正面に体を倒していきましょう。はい、ゆっくり自分のペースで真正面に体を倒していきます。自分のペースで大丈夫ですよ。無理をしないように、呼吸を止めないようにストレッチを行ってください。このストレッチは体の柔軟性チェックも兼ねていますので、ストレッチ前と最後にもね、もう一回するから、そのストレッチ後の体の変化を感じながら行ってみてください。次はあぐらの状態から足を前にクロスしていきます。膝をお腹にぐっと近づけてお尻を伸ばしていきましょう。ぐっと膝を胸に近づけて自分のペースで行ってみてください。伸び足りないなって方は膝だけではなく足も近づけましょう。胸をしっかり張ることも大切ですよ。きついなって方は無理をせず自分のペースで行ってください。お尻がね、しっかり伸びていれば OK です。呼吸を止めないでゆっくり伸ばしていきましょう。次は逆の足です。お尻をゆっくり伸ばしていきましょう。反対側も同じように自分のペースで行ってみてください。伸びが足りないなって方は膝だけではなく足も近づけてぎゅっと自分の方向に引き寄せていきましょう。お尻が伸びてるなって感じていれば OK です。気持ちいいなってところでキープするのがおすすめですよ。ゆっくり呼吸を止めないで伸ばしていきましょう。次は座った状態から肘を床につけ、上の手をバンザイしていきます。脇の下、脇腹が伸びていれば OK です。自分のペースでゆっくり横側を伸ばしていきましょう。ここね、ここをゆっくり伸ばしていきましょう。呼吸を止めないで、遠くのものを取るイメージでぐーっと伸ばしていきます。いい感じだね。はい、反対もやっていきます。肘を床につけて上の手をバンザイしていきます。ゆっくり伸ばしていきましょう。肘を床につけた時にお尻が浮かないように意識してください。お尻が浮いちゃうよって方は肘をつかないでゆっくり自分のペースで行ってみてください。呼吸を止めないで横側へゆっくり、痛気持ちいいなーってところでキープして伸ばしていきましょう。次は後頭部で手を組み、おへそを覗き込みます。首の後ろ、背中、肩甲骨、腰にかけて伸びていけば OK です。ギュッと強くやらないようにゆっくり自分のペースで背中、腰、肩甲骨伸ばしていきましょう。無理をしないことが大切ですよ。足は楽な格好で大丈夫です。ゆっくり伸ばしていきましょう。次は片方の足を伸ばし、伸ばした方に向かって体を倒していきましょう。裏もも、膝の裏が伸びていれば OK です。余裕があればつま先を手で掴んでみてください。無理をしないで、痛いなって方は膝が曲がっていても OK です。自分のペースでつま先を頑張ってタッチしていきましょう。あと少し届くよ。呼吸を止めないで自分のペースで行ってみてください。はい、反対側も足を伸ばして、伸ばした方の体を倒していきましょう。反
対側も裏もも膝の裏が伸びていれば OK です。痛いって方は膝が曲がっていても OK です。自分のペースでゆっくり伸ばしていきましょう。痛いよね。余裕がある方はね、つま先頑張ってタッチしましょう。痛気持ちいいなってところでキープしてね。頑張れ頑張れ。次はもう一度片方の足を伸ばして、なるべく股関節を開いて、このまま体を正面に倒していきます。内側の筋肉が伸びていれば OK です。余裕がある方はつま先を真上に向けるとより効果的ですよ。でも自分のペースで行ってみてください。なかなか最初から柔らかくはなりません。毎日続けることが大事だよ。頑張れ頑張れ。呼吸を止めないで、ゆっくり伸ばしていきましょう。はい、反対。反対も片方の足を伸ばして、なるべく股関節を開いて、体を正面に倒していきます。反対側も内側がしっかり伸びていれば OK です。余裕があればつま先を真上に向けると効果的ですよ。自分のペースで息を止めないで行ってください。無理をしないでね。ゆっくりゆっくり、痛気持ちいいなってところでストレッチを行ってみてね。呼吸を止めないで。次はあぐらの状態に戻ります。両肘を90度にして閉じる、胸を開く、これを繰り返していきましょう。しっかり開く、閉じる、開く、閉じる、これを繰り返していきましょう。イメージは胸を開くことと肩甲骨をぎゅっと近づけるような、肩甲骨と肩甲骨をぎゅっと近づけるようなイメージで行ってみてください。呼吸を忘れないように、自分のペースで開く、閉じる、いい感じ。次はお腹をねじっていきます。頭の後ろで手を組み、胸を開いて左右にねじっていきましょう。このストレッチは猫背だとねじれないので、姿勢を正してひねってみてください。早けりゃいいってことじゃありません。自分のペースでグッグッとお腹からねじっていくイメージで行っていきましょう。足は楽な姿勢で大丈夫です。自分のペースで行ってみてください。呼吸も忘れないです。続いては手を肩に添えて大きく後ろに回していきましょう。大きく肘で円を描くように肩甲骨から動かすイメージで行ってみてください。普段ね、動かさないかなっていうぐらいまで大きく動かしていきましょう。肩甲骨と肩甲骨を寄せるようなイメージで回していきましょう。ゆっくり、自分のペースで大丈夫ですよ。呼吸も止めないで回していきましょう。あぐらをかいた状態で腕を斜め前に伸ばします。これを左右交互やっていきます。しっかり斜め前に腕を伸ばしてストレッチを行ってみてください。イメージは少し前にこう自分が取りたいものがあるっていうのをこうイメージしながら、それを取るようなイメージで行ってみてください。ギュッと、ちょっと前に物があるイメージして、ゆっくり自分のペースで行ってみてね。次は少し足を前に出して、そのまま正面に体を倒していきます。ゆっくり足を前に出して上体を倒していきましょう。なんかあんまり伸びないなって方は、少し足を前に出したり、足を横に倒してみたり、なんかこうお尻が伸びるポイントっていうのを自分なりに探しながらストレッチを行ってみてください。
いろいろ足を動かして自分で探してみてね。はい、反対の足もやっていきます。反対側も同じように片方の足を前に出して正面に倒れていきましょう。なんか伸び足りないなって方は足を前に出したり、体を横に揺らしてみたり、少し工夫をしながら自分のペースでストレッチを行ってみてください。この時も呼吸を止めないで自分のペースでストレッチしていきましょう。次はあぐらをかいた状態で腕を斜め下方向に伸ばしていきます。左右交互に自分のペースで伸ばしていきましょう。脇の下、脇腹が伸びているかなんとなく感じながら、そしてこちらも自分が伸ばしている一歩前に何か物があるようなイメージをして、それを取りに行くようなイメージでストレッチを行ってみてください。自分のペースでゆっくり呼吸を忘れないで伸ばしていきましょう。次は休憩ストレッチです。膝を外側に倒して上下にパタパタさせていきましょう。はい、このストレッチは休憩なので気を楽にして、もうただただパタ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 と上下に動かしていきましょう。何にも考えなくていいんです。ただパタ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 と上下に動かすだけです。呼吸だけは忘れないようにしっかり休憩してください。次はそのまま足裏を合わせて膝を外側に開いた状態でキープしていきます。ゆっくり自分のペースでキープしてください。床と膝の隙間は拳1個分ぐらいが目安かな。皆さんできてますか？でも今できなくていいんです。毎日続けることで少しずつ柔軟性が出てきてできるようになります。しっかり股関節から開いていきましょう。両手でね、足をサポートしてあげるのもおすすめです。楽な姿勢で足を開脚していきましょう。股関節を内、外と付け根の方から動かしていきましょう。開脚は自分が楽な姿勢でできる開脚を行ってみてください。股関節の付け根から内側、外側と動かしていきましょう。足首を使って内側、外側はあまり良くないので、股関節の付け根から手でサポートしても OK です。ゆっくり内側、外側と動かしていきましょう。いい感じですよ。次は足をクロスさせて腰、お腹からねじっていきましょう。背中はね、猫背にならないようにぐっと上から引っ張ってもらってるようなイメージでしっかりねじっていきましょう。ゆっくり自分のペースで腰やお尻周りが伸びていれば OK です。お腹が苦しくない程度で自分のペースで行ってみてください。呼吸を止めないでゆっくり自分のペースで行ってね。はい、反対です。反対側もしっかり腰、お腹からねじっていきましょう。反対側も自分のペースで行ってみてください。ストレッチをやっていると左右で硬さが違うなって感じる方がいると思いますが、それは当たり前です。あまり意識せずに自分のペースで右左両方やっていきましょう。お腹から腰からギュギュッとひねっていきましょう。呼吸を止めないで。次は前屈の体勢で反動をつけて前へ倒していきます。はい、これは
はきついですね。自分のペースで大丈夫です。膝だったら膝に向かって体を倒す、つま先だったらつま先に向かって体を倒す。皆さん人それぞれ自分の目的を見つけながらゆっくり伸ばしていきましょう。この時に無理をしないこと、呼吸を止めないこと、しっかり意識しながら行ってみてください。次はできるところまで前屈して30秒キープです。皆さん大丈夫ですか？痛い方はね、もちろん膝が曲がっててもいいです。なるべく呼吸は止めないで、自分で呼吸を出しながら前に伸ばしていきましょう。自分なりにゆっくり伸ばしていきましょう。頑張れ、大丈夫、あと少しだよ、頑張れ。次は前屈足上げストレッチです。あと少しです、頑張っていきましょう。はい、次は両足をまっすぐ伸ばした状態から膝を胸に引き寄せていきます。できるだけね、背中が丸くならないように背中を伸ばして意識してやってみてください。できるだけ股関節の付け根から足を自分の方向に持ってくる、そんなイメージで行ってみてね。足って重いよね、意外と。頑張れ。最後は最初にやったストレッチを最後にやっていきますよ。柔軟性チェック。あぐらをかいた状態から正面に体を倒していきましょう。どうですか？皆さん少し、あ、さっきより前に行ったなとか、顔が床についたよとか、いろんな変化感じてますか？すごいすごい。いい感じ。これはね、もう毎日続けることで本当に体に変化が出てくるので、みんな続けてね。お疲れ様でした。これで以上になります。いかがでしたか？お腹周り、なんかこう股関節のストレッチだったりお腹周りのストレッチが多かったと思います。あの、ぜひ毎日続けることで変化っていうものが出てくると思いますので、毎日続けてみてください。それではまたね、バイバーイ。Let me tell you a story.